人生はクソゲーだ。明確なルールやコンセプトもない。顔や体格で差別されて、生まれ持ったキャラ性能を覆せない。理不尽で不平等、それが人生。そう思っていた。でも、人生というゲームに本気で向き合いなさい。何かが変わるかもしれない。鬼タダ、地の底に沈んでもまだ足りないわ。元気と笑顔だけで生きていくつもりだからね。私はこういう話するの初めてで嬉しいです。そこの友崎だよね。はい、説明。じゃあ私のこと好きなのかなとか、そう思うじゃん普通。なになに、説明してよ友崎。待ってろよ友崎。人生は歓迎。ひなみあおいの言うことがもし本当だとしたら、ゲーマーの血が騒ぐな。弱キャラ高校生友崎文也の人生攻略が幕を開ける。テレビアニメ弱キャラ友崎くん、2021年1月放送開始。